ですか。僕意外に少ないんですよ。多分みんな多いと思ってると思うんですけど。なんかバンバン持ち帰りとかして、バンバン付き合って、全然僕持ち帰りが全然ないんですよ。いや、見た目でこれ来るでしょ、間違いなく。なんかマルクス普段飲んでる人分かると思うんですけど、まるでないです、僕。いや、持ち帰るとかいうレベルじゃないんですよ。飲みたくないっす、マルク。炎上万博の後ずっと言ってたっす。マジで死ぬっす。女性とかじゃないっす、戦いです。飲まされまくるとか。マル君来たらもう長い。確かに。だからもう女性とかほんまにそんなんじゃないっす。そういうとこまで女性もついてこれないっす。ぐらいの時間まで。リーさんとかと飲み屋で会うときは、割とリーさんももうちょっと仕上がった状態で会うから。ああ、はい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 。マルさんと飲んだわって後悔するのは多分飲んだ後なの。そう、最後、うん、次の日ぐらい、何してたんやろ、記憶ねえみたいな時かなとかが多いですね、多分。なかなか、高校も料理ずっとやってたんで、うん、そうや、専門学校ね、もう高校とかも遊びに行ってないし、ちゃんと恋愛してないんですよ、全く。じゃあ最初に付き合ったの何歳ですか？中学校1年生です。早いじゃないですか。割と早かった。早い、うん、俺らのあの感覚で言ったら、意外とっていうから20超えてくんのかなっていう、想像して、ロミさん、あ、意外みたいな。